ワンタッチで早坂、鈴木武蔵、前を向く、大迫出る、こぼれた、シュート打った、決まった！早坂、スタメン起用に応えました。後半の18分、ホームの札幌が先制。これがリーグ戦4試合ぶりのチームとしての得点です。まあ、今福森選手からですかね、ええ、早坂選手に浮いたボール出ました。まあ、そこは本来まあ望んだような形のまあボールじゃなかったと思うんですよね、はい、ただそこに対して触れた早坂選手、そしてこぼれ球に対する反応が武蔵選手早かったですよね。ここですね、はい。まあ、佐々木選手としては抑えてブロックしてキーパーに任せたであろうというプレーだったと思うんですけども、うん、はい、その予測よりも鈴木松選手の出発力が早かったですね、まあ、札幌としては自分たちのいつもの形で崩すというようなね、そういうゴールでは全くなかったんですけれども、本当に欲しい先制点が取れましたね。はい、